今回協定を結んだのは、山鹿市内にも店舗を構えるパチンコ店のダイナムです。協定はダイナムにあるおよそ500台分の駐車場を、災害が起きた時にボランティアセンターや資材置き場として提供するというものです。私たちの防災活動の新たな一歩をもたらし、将来の災害に備えるための確かな土台となることを心より願っております。山鹿市社会福祉協議会が民間企業と協定を結ぶのは初めてのことです。早田純一市長は、協定をきっかけに市民に安心感を提供できるよう、さらなる連携体制を構築したいとしています。